じゃろうが。ナマステバディー。や、どうも、なんちゃんです。はい、ということで、2020年、皆さん何があるか知ってますでしょうか。そう、オリンピック。ということで、皆さんご存知でしょうか。今、アクエリアスチャレンジっていうのがありまして、いろんな種目で決められたチャレンジをして、それをツイッターに上げますと。で、ツイッターに上げて、アクエリアさんの方で選ばれた人たちが、聖火ランナーになれると。いうのを今やっていて、ぜひ、まあ、せっかくの東京でのオリンピックで私たちもなかなか行けないんですが、まあ、そういうチャンスがあればぜひ行きたいと、ということで応募しようと思います。ただインドではアクエリアスがないんですよ。なんとアクエリアス持ってきました。見てください、なんとオリンピックのマークがあります。ということで、明日、まあ、一応僕今、インドニューデリーの、バスケットボールチームに所属をしていて、そこで、バスケットボールの種目、は、ボードに、左右から当てて、タップをする状態で10人目から、10人目でシュート決めるというのがあります。まあ、ちょっと僕説明たくさんなんで、とりあえず概要欄見てください。それでわかります。で、このアクエリアス、実際に作って明日持ってきます。ここまでやったらアクエリアスの運営さん見てくれないかな。インドからの思いが伝わりますように、ということで明日そのチャレンジをやりますので、見てください。じゃろうが。見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。